星の数ほどある動画の中から、このチャンネルにたどり着いた変わり者の皆様、チャンネル登録お願いします。はい、こんにちは、サンゴです。早速ですが、今日の食材はこちら。黒むつっていうことでね、こちらをやっていきたいと思います。まずは鱗を取っていきます。それでは、捌いていきたいと思います。まずは、頭を外します。よいしょ。よはい、頭取れました。続いて内臓取っていきます。そしたら血合いを傷つけてきれいに洗っていきます。それでは3枚開いていきます。はい、1枚目です。はい、3枚になりました。ちょっと下見が下手すぎましたね。はい、じゃあ、あばらを取っていきます。はい、あばらが取れましたんで、続いて血合いを取っていきます。はい、血合いが取れました。じゃあ半分炙りで食べるんで、半分だけ皮引きます。そしたら炙りに使う方はよく鱗はついてないか確認します。それでは下身を炙っていきます。はい、そしたらすぐ冷やします。それでは盛り付けていきたいと思います。はい、こちらで黒むつのお刺身の完成です。それでは食べていきたいと思います。いただきます。はあ、はい、じゃあまず普通のお刺身の方からいってみたいと思います。
美味しいですね。何に近いかな、まあ、ちょっとハタとかそっち系に近いかもしれないですね。あとスズキとか、まあ見た目ちょっとスズキちょっと似てるかなっていう感じありますもんね。顔がね、でも目が大きいタイプなんで、まあ深海なのかな。アカムツは通称ノドグロっていうすごい高い魚になりますけど、まあこちらはクロムツっていう多分同じムツなんで近い種類だと思いますけど、まあクロムツも非常に美味しいなと思います。ちょっと炙りの方行ってみます。ちょっと下身があまりに下手すぎてボロボロになっちゃいましたけど、ああ炙りの方が美味しいかもしれないですね。ちょっと皮に旨味が結構あるタイプなのかなと思います。今日こちらのクロムツはだいたい800g ぐらいだったかな、800か 900g ぐらいで2500円ぐらいでしたね、税込みで。まあそんな安くはないけど、まあ高くもないっていう感じですね。まあこんだけの量、まあこれ全部じゃない、もうちょっと残ってるんですけど、こんだけの量のお刺身だったらまあそんぐらいしてもしょうがないかなっていう感じですけど、なかなか魚って高いですよね。まあ魚が高いというよりは肉が安すぎるのかもわかんないですけどね。皆さんもクロムツ見つけた際はさばいてみてはいかがでしょうか。ちょっと柔らかいんで難易度はちょっと高めとなっております。それじゃさよなら。3号キッチンは自分で魚介類をさばいて食べることをおすすめするチャンネルです。チャンネル登録お願いします。